あの揺らし加減を、うん、どこまで揺らしたらちょうどいいのか。おいいねいいね、うん、それをいろんなところを楽しみ、うん、全身揺らし大丈夫かな、なんか、うん、分かった。じゃあどこまで揺らすんだろうと思って。いや、それをそれも実験したい、はい、わかりました。思いっきり揺らしたらどう、うん、どうなるかとか。なんだっけ、なんかそんなんでさ、なんか叩いて施術で、あ、やったよね、実験したよね、うん、痛い痛いみたいな。全然見られてないけどね。そうなの、コーナホー見られてる、コーナホー戻って。体張ったんだから。いや、私だってね、あのどこまで叩いてるんだ、思いっきり叩いてる。あとリズミカルにやってで、あの、うん、私2日間筋肉痛になってます。めちゃくちゃ体張ってる。やってる方もね。やってる方もね。ちょっとそれやってみましょうか、はい、じゃあ行きましょう、はい、レッツゴー、行ってみよう。じゃじゃーん、はい、揺らし施術いくね、うん、じゃあね、腰部から行こうかな、うん、腰部から行くね、うん、あ、なんか、あの、思い出すわ、人がすり替わったやつ、この間。ちょっと、わざとこの前は腸腰筋前の方狙ったから多分多いってなったけど、うん、ちょっと、真面目に、うん、あの、腰部筋狙って気持ちいい感じで、うん、どこまで揺らしたらどんな感じか、いくよ。普通だと、うん、うん、こんな感じじゃない、うん、うん、気持ちいい、うん、気持ちいい。ちょっと大きくわざと言うんですよ、うん、あ、ちょっとこれつらい。ダメ。手のひらでじゃあ言ってみるよ、うん、あー、痛がりにされたらダメじゃないけど、あ、片側だけ押されるのは、でも、うん、これでもちょうどよくやってんの、うん、ね、大きくやるよ、わざと、うん、いや、おかしいでしょ。こうならんか。ちょうどいいの分かるよね、みんなね、うんうんうん、こうならんよね、ここね。いや、なかなかのテクニックよ。なかなかのテクニック。ちょっと肋骨と起立筋もちょっとやってるよね、うんうん、普通だと、うん、これぐらいなんですよ、うん、止まって、うん、ちょっと大きくいですよ、うん、苦しい苦しい。ダメ、いや、あの固まった、今肋間筋キュッとなった、気抜けで。まあこれ大した実験じゃないね。あ、そう、どうなのこれ。いやいやいや、うん、いいと思う。いや、結構今大きく、ちょっと大きめ、うんうんうん、いや、なんかやっぱ心が落ち着かないのかな。まあ、なるほどね、うん、だからちょうどいいぐらいだとこれぐらいなんでしょう、うんうんうん、最初、うんうん、うん、極下筋とかもそうでね、うん、この辺の揺らしとかも、うん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 、これだったらちょうどいいけど、うん、あ、だだ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 だダメか、痩せそう。ちょっと一瞬首まっすぐできる、うん、首を揺らしてみる、うん、首揺らしたらどうなるか、うん、いいよ、うん、顎痛い。顎痛いよね、普通にね。あ、枕がないから、うん、枕があったらどうなの、これ。枕、ちょっと待って、これ枕、こういうこと、うん、もう楽でしょ、こっちのもまだ、どうなんだろう、まあ、首でもこうなると首張った状態になるから、私あんま好きじゃないです、この状態だから、こう揺らしの加減がどうかという、これぐらいはちょうどいいよね、ちょっとわざと。ダメ、主導は主導。あ、このぐらい大丈夫。あんまり感じないけど、まあ、意味はありそうだけど。そんなに痛くない、痛くない、ちょっと大きく痛い。普通にだから大きくするとダメだってことだよね。なるほど、たまご落ちいい感じ。ああ、そっちの方が気になっちゃってね。それ結構ね、頭の位置とか顔の位置って結構あるあるで、お客さんがいかに楽にさせるかって大事なんだよね、ここね。うん、ダメだな。じゃあ次、尻。うん。尻攻撃。まあ、普通にやると。うん、適度。適度。これはちょっとツボに入れるとかじゃなくて、うん、いかにこう揺らし、うんうんうん、の意味なんで、バランスの場所、うん、そう、うんうん、ちょっと今ちょっと理状筋あたり干潮あたりをちょっと、うん、でちょっとわざと大きく揺らします、うん、なんかあの多分ね、おなら溜まってる人だったらおなら出ちゃうよ。おならが出ちゃう
ちゃう。いや私今出ないけどなんかそういう感じじゃない、なんか激しすぎて分かんない、感じが分かんないだろ、ダメ。好きな人いいのかな、私はいいや。いい、私はいい。私はいいや。足いくよ。足はでもね、大体は結構いけると思うんだよね。うん、どうだろう、大体いけないかな。どうかな。普通にやると気持ちいいのはつかみいらしい。ね、うん、これ普通に気持ちいい。うん、大きく。なんかね、ずっと受けてるとなんか不思議なんだけど、あの分かってんだけど分かんなくなる。あのえ、もしかしたら一周回ってこれが体にいいのかなみたいなとこ一周回ってこっちの方が気持ちいいみたいな、でこっちの方が成果出んの早いのかなみたいなもう思っちゃう。あ、思っちゃうね。あ、うん、確かに早いわ、緩むのが、ね、うん、早い、ね、もうゆるゆるですもん、うんうん、ちょっとふくらはぎですよ、うん、普通だとね、ちょうどいい圧を狙うところぐらいなんでね、うんうん、うん、で強くすると、あ、ちょっと待って、え、痛いんだけど、うん、これはなんかある意味いいかも。マジ痛いから釣る人はダメだけど、うん、私みたいにすごいむくみ直しの人には、うん、なんか効きそう。もうちょっと腰だけ緩めてくれたら、腰だけ緩めて、うん、これめっちゃ気持ちいいかも。マジめっちゃ気持ちいいよこれすごい。でもじゃあ腰だけ緩めてみんな、ね、のぶちゃん疲れない？めっちゃ疲れないすごい気持ちいい今のは。マジ、うん、今の良かった。これいいんじゃん。じゃあみんな一気に汗拭きです。一気に汗拭きですよ本当。これめっちゃ気持ちいい。私はね、こんなむくんだ人じゃない、うんうん、すごいむくんでるから痛いんだけど、緩みも早っ、うん、痛いの好きな人で、あとすっきりもすると思うこれ。へえー、うん、マジか。あと一個ね、ふくらはぎで揺らしあるんだけど、これ無重力なの。でも面白いとか役に立つと思っていただけたら、チャンネル登録とグッドボタンお願いします。お願いします。